って書いてあったら、うん、行けっていう意味なのか行くなのか、うん、意味不明ですよね。うん、だからそういう場合はフォースが明らかにならないわけですね。その場合はまあ understandably there's no real communication、between the person who built this and the person who is it。 コミュニケーションが成功した場合には聞いた人の側でコンテンツをある意味ではもう推測して作っちゃってるっていう発想なわけですか。 Right、 つまり、なぜそんなことが起きるのかっていえば、それが、うん、そういうことができるのがその言語リングスティックコンピテンスというか、うん、理性的なコンピテンスというかね、つまりグライスの会話の論理の中で、基本的な原理になっているのが、会話っていうのは理性的な営みであるっていうことが、基本的な前提にあるわけですね、フォルベースの会話の論理では。で、理性的な営み、会話が理性的な営みであるってことは、その何か発話を誰かがしている場合、または誰かが発話していると僕が認識、聞き手が認識している場合に、何かその理性的なその会話の目的に対して、うん、理性的な関連を持つ行為であるっていうふうに考えるでしょっていうことが前提になっているから、だからそういうその考えをベースに、その考え自体は非常にプロジェクトだと思うんですけど、その考えをベースにしていくと、どうして、まあ、どっちかが確定するときにどっちかがこうそうなんつうほとんどその無意識的に同時的に推測してしまうかっていうことの説明になると思うんですね。その場合に例えばそのお互いがちゃんと言語を習得しているってことは条件に入ってくるのか、それともお互いにもう3歳児ぐらいの子供がなんか意図を推測し合って、はい、その場で即興的にコミュニケーションできるっていう考えなのか、それはどうなんですか。つまりなんか今の話を聞いてると、コンテンツっていうのは結局自分の手持ちの言語を探ってきて、あのひっくり返してその中に対応するものがあればそれだっていうふうに考えてるっていうんだったら、まあそれなりに分かるんだけど、それもなくてゼロからなんかその文脈に応じてなんか推測するっていうのはかなり課題の要求を話者に返して、うんうんうん、提出に返してるような気がするんだけど、全くゼロから作るっていう時は本当にレアなケースだと思いますね、うんうん、例えばだからまたその商人、アラブの商人の話に戻ると、自分は旅行に来ていて、自分は明らかにイギリス人のように見えて、であの人はお店の前に立っているとか、そういう会話の文脈ってものがある、うん、でそういうこと、そういう事柄から、うん、ここでそのある人が発話する理由っていうのは、うん、なんだろう、うん、パーティーに誘うことではないだろうし、うん、とかそういうことを、まあ、考えないにしても、そういうふうな、まあ理論的に言えばそういう道筋を探ることができると。そういうことでコンテンツが限定、コンテンツ、まあ、ポシブルコンテンツが限定されていったり、ポシブルフォースが限定されていったりっていうことが起きている。または、まあ、起きているように見なせるってことです、ね。だから、全くゼロからコンテンツを作るっていうのは、うん、まあ、もちろん不可能ではない。論理的に不可能ではないですけど、うん、そうない。まあ、非常に特殊なアドホックな、例えば、うん、わかんないけど、なんか面白い、ただ面白いからっていう理由で、今日は僕は英語で全部話すからって、僕の家族に行って、ね、英語で、もちろん家族は英語はわかんない。とかで、その、当てさせるゲームとかやってるんですけど。そういうことですね。だから、と、うん、うん、そうだ。Alright, so that section. で3の5っていうのはインプリカチュアについてですね。含意、つまり実際に言われた言葉だけじゃなくて含意された意味に関して、このセオリーがどのように応用されるかっていうことを3の5では語っているんだけども、それは含意っていうことに対する、うん、ことをちょっとたくさん説明しなければいけないので、ここではちょっと省略させていただきたいと思います。ただまあ基本的、まあ、さっきそのダイアグラムで説明しましたけど、ああいうふうな区別でいくよっていうことですね。Right. 67ページの下にここまでのまとめが書いてあります。Right. To recapitulate the central idea informing this chapter, it's useful to revisit force and content distinction and its variants. だからこれっていうのは本当に重要なわけです。で、force meaning と content meaning。区別。The division of meaning into force meaning and content meaning that emerged above corresponds to
to the division of communicative act, a move in a language game, into force and content. This in turn corresponds to the second and the third level of meaning. There, まあこれ、うん、論文の前の方で出てますね。As M.S. Green explains, that's my teacher, the relation of force to content, ここまあ書けないね、だだだだ、3行ぐらい飛ばして、Why the force-content distinction is fundamental for the study of speech act, neither Grice nor the neo-Gricians who followed his suite sufficiently examined which level or both of meaning the analysis of speaker meaning was concerned with. つまり、Grice 本人も Grice 派の人たちも、これが一体これを分析してるのか、これを分析してるのか、またはどっちもなのか、あまりクリアに、クリアにしていなかったってことですね。で、グライスに反対してる人たちも、まあこれがあんまクリアなかった。特にサールは。それをクリアにすれば、これを救うっていうか、これを再利用することができる。し、まあたくさん問題は残る。これはどうやって起こるのかとかね。たくさん問題は残るけども、これはこれ説明できるよっていうことを示したかったっていうのが、この、ここまでの目的なわけです。何が一番の問題かっていうと、フォースミーニングのアカウントはじゃあグライスのやつでいいけど、じゃあコンテンツミーニングはじゃあ一体どうやってコミュニケーションされているんだと。そのクエスチョンには答えられてないわけですね。まあ、むしろそのクエスチョンを出してしまったっていうことになる。で、僕の今の時点の考えでは、まあ今の時点ではわからないっていうことが答えですけど、うん、それはもちろんいろんなやり方から、例えばエクスプレッションっていう概念と一緒に考えてみたりとか、うん、またコンベンション、何らかのコンベンションっていう形で考えてみたりとか、またはシファーという人が考えているように、これを説明するセオリーは一つもないっていう立場の人がノーセオリーセオリーって言うんですけど、その立場が正しいかもしれない、それは分からない。でも at least このコンテンツのコミュニケーションを語るときに意図に言及する必要はない、または意図に言及することはできないってことは明らかにしたわけですね。今までのアカウント、そこまでは分かったけど、それ以上のことはもっともっと研究しなきゃいけない、もっともっと考えてみなきゃいけないよっていうことです。 Right? So that's chapter 3. Do you have any questions? さっきの定義を52っていうときにはまさにコンテンツが分からなくて、わざわざの意図を察してコンテンツを再構築するっていうことをやってるわけですよね。Right, so I mean, that's at least one way of communicating content, but that I don't think that always happens. Maybe it always happens.